今日の総合コレクションです。今日はですね、もう海外でもとても評価が高い SF のおもちゃ、スペースマンのおもちゃをご紹介します。これですね、これはですね、フライングスペースマン、これバンダイですね。バンダイが作ったものです。まあ、この胸に S って書いてあるからスーパーマンなのかな。これですね。あら、どうですか。これはフリクションといって、こういう弾む車ですね。それでこうスーッと進んでいく、そういうおもちゃです。これ人形はこれゴムなんですよね。ブリキ、そしてゴムで作られて、だからちょっとこれもね、こうひび割れが入っているんですけど、これはもうしょうがないんですよね。やっぱりこうこのおもちゃができて、そうですね、もう60年ぐらい経ってんじゃないのかな。そうするとどうしてもこうゴムが硬化、硬くなっちゃうんですよね。そしてこれがスーパーサイクルって書いてありますね。スーパーサイクル、なんかいいね。ここにほら見えます、磁石ですね。磁石、今で言うとナビがついているようなもんですよね。これきっとこうぐーっと宇宙空間を飛んで、ここに磁石っていうのがなんかその時代らしくて、とても雰囲気があると思います。まあ、この頃はなんて言うんだろうな、こういう SF のもの、こう宇宙開発だとかロボットだとかロケットだとかね、たくさん作られて、もうおもちゃメーカー各社がもう競っていろんなものを作ったんですね。そして海外に輸出されたわけです。だからパッケージを見るとみんなこう英語で書いてありますよね。でもこれはメイドインジャパンです。まあ、当時の職人さんの努力がやっぱりこれを見るだけでね、想像ができて、さすが日本のおもちゃ職人はすごいと思わせる、そういうコレクションでした。